皆さん、こんにちは。ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は元気にしております。さてさて、今回は隣にアズディさんがいらっしゃいます。アズディさん、こんにちは。こんにちは。隣というか、そうですね。画面越しにいます画面越しに。はいはい、はい、はい、そうですよ。視聴者の皆さんにとっては隣ですから。はいあ、そっか。はい、そうですよ。的にはい、ご機嫌いかがでしょうかご機嫌。 はい、本当のこと言っちゃだめですよ。はい、<ん>社交辞令で言ってくださいね。本当のこと言っちゃだめですよ。え <laughs> 本当のさっき言ってた本当のこと言っちゃだめですよ。さっき話。ああ、何ゲームばっかりやってるってこと <laughs> それだからそれを言っちゃだめだって言ってるんですよ <laughs> で。なんでなんでなんで正直者め。な <laughs> んでなんで 政治活動家がゲームばっかりやってるっていうんじゃもうは、もう話にならんでしょうが。<laughs> まあ政治活動をずっとやってるわけじゃないしあ。ずっとやってるわけじゃないしね。はいはいはい、休,休憩してるっていうか。ああ、そうですね。なるほど、なるほど。そうですね。まあ、政治活動、まあ休憩、休憩中でございますけど、休憩,休憩中の政治活動家 <laughs>、はい、だから私に時間を取ってくれるということで。はい さてさてい今日はちょっと政治ではあるんですけれども哲学でもあるようなお話をされたいということでそうですねはい戦争はなぜ起きているのかということですよねそうですねなぜ争うのか戦う,戦うのか戦うのか そういうのをちょっとウーバーイーツしながら空き時間に考えてるんですよ。ああ、そうなんですね。哲学者ですね、アズディさん。哲学者っていうか、<laughs> 哲学者じゃない、運転中にこうやって。運転中にそんなこと考えるのは哲学者ですよ、もう。どうやったら戦わ,争わないのかっていうか、まあ、友達同士の喧嘩もあるじゃないですか。はは<ー>、まあ、はいはい、はい まあそういうのを考えたりしますけれども <laughs>。考えたりしますかあ、しますよ。まあ、答えはありますけど、私には。はい、いや、ガザ、侵攻して。はい、ガザの侵攻も、まあ、ちょっと調べたんですよ。いろいろ。なぜ起こってるんだろうって。えー、イスラエルのガザ地域。あ、え いいやいや、ハマスがイスラエルに攻撃したんですよ、あれを。そうですね。はい、イスラエルに攻撃したんですけど、はい、ガザ地域にはかなり自由がない、まあ、空間だったっていう事実、勉強して、はい、あるので、はい、自由を奪うっていうのが、ちょっとやっぱよくないなっていうのもある。だから、 ロシアとウクライナの戦争とはちょっと違うなっていうのは。えー、どんな自由がないんですかえ、か、完全に塀で囲まれたり。えー、はい。移動するのにもなかなか移動できなかったり、ガザ地域から。ああ<ー>、ね、それは自治区として別の区域になってるんだからしょうがないんじゃないですかだから、まあ言ってみれば植民地のような。 なってるな働いてる人も5割ぐらいだっけなけどガザからイスラエルに税金を納めてるわけじゃないですよね。ガザからイスラエル、その辺はちょっと分からないですね。はあ、別に植民地みたいな、だからガザの人たちにも戦う理由があるなっていうのはちょっと思ったりもします。 うそう戦う理由があるでしょうね。はい、ただロシアとウクライナはロシアに戦う理由は僕はあんまり納得できてないっていう。あ私も納得しません。はい、ただ、イスラエルとか、えーまあ、イスラエルには裏はアメリカがついてたり、ハマスに裏にはイランとかがついてたり。ははい、はい あんま拡大してほしくないなっていうか戦争がそうですね中東戦争みたいになっちゃいますよね中東戦争中東戦争って、えー、何十年前かにあったやつですかもう何回もやってます、はい、第5次ぐらいまでやってますうんっていう流れで <laughs> のあの なぜ戦うのか、戦争するのか。答えあるんですかはい。生存競争の、まあ、発展した形だと思います。国同士の戦争というのはい。生存競争の発展した形。はい。それは自分と家族、自分の国が生き残るための生存競争。 そうですね。国同士での場合はそうです。家族同士の場合はまあ、食べるためとか、いろいろあるでしょうね。村同士とかでもそうでしょうね。発展した形。はい。つまり、動物は生存本能を持ってるじゃないですか。うん。だ危険なものがいると、そこから逃げるか、もしくは戦うかですよね。うん。はい。はい。逃げるか戦うか決めないといけないんですよ。で、うん まあ、戦った結果勝つ場合は、勝った場合は、その相手の肉を食える。うん、動物の場合は、はいまあ。食肉、肉食動物の場合は、はい。負けた場合は食われてしまう。はい、うなんとなくわか,かりますね。なんとなくわかります、はいそう。そうだと思いますが、こう人間はこう進化して知能っていうのを手に入れて。はいはいはい えー、やっぱ進化した地域、よく勉強した地域は、協力した方がうまくいくっていう、相手と攻撃せずに、はいはい、奪わずに。はい。っていうのを学んできたというか、多分日本のほとんどの人は多分それを理解してるから、攻撃はしないし、攻撃もされたくない。けれども、やっぱり、 そういうのを学んでない地域。ちょっと、なんだろう。やっぱり教育がおと、少ない地域で、正しい教育が、ちゃんとされてない地域で、起こっちゃうのかな。そういうのを理解していないというか。ああ。まあ、もしくは、独裁的な人がいるとか。で、その人が権力を広げたいとか。うん。はい。 まあボスザルの考えそうなことですよね。うん。うんそう。そうっすよね。生存競争。はい。うん、そうなんですよ。はい。だから、この、そうっすね。この まあ80年前ぐらいには第二次世界,世界大戦があって。はい。だからこの200年ぐらいでは結構大きい戦争起こってるんですよね。100年、二百、はい、はい。近々に。はい。ただこの80年間は起こっていないので。いやー、地域的にはたくさんあったじゃないですか。ああ、そうち。うん。そ 世界大戦系はないっていう。ないですね。はい。はい。だからもうここで早止めないといけないっていうか、ほんまに。<laughs> 哲学っていうか、ちょっと、どうやったら止めれるんやろうっていうのは、思うんですよ。うん哲学、ちょっと話、哲学からずれるんですけど。はい。 ロシアとウクライナの戦争もうん、国連が機能してないじゃないですか。あ、そうですね。はい。ことを収めるリーダーっていうのは世界にいないんですよ。やっぱりアメリカがそうだったような雰囲気が出てますけど、それでも間に入れないっていうか、停戦まで持っていけないので、僕は世界にリーダーが、はい、はい。ことを収める、 リーダーが今不在っていう状況だなとは思ってるそうですねはいなのでリーダーシップっていう面ではやっぱり岸田総理にはちょっとあんまり求めれないのでそうですねはい彼には思想信条というものがあまり見当たらないですからねはい格論でそれに 対して各課題に対応しているだけですからね。はい。いやし、官僚とか、やっぱり自民党内での。うん、案を精査して、ただ。実行しているような感じで。はい。自分をやりたいっていうのは、確かにあんまり見えないですね。そうですね。この国をどうしたいのかっていう話ですよね。うん。というのはあんまり見えないですね。そうですね。 でも、それって日本人らしいっていうか <laughs>、日本人っぽいやり方っすね。あ、そうなんですかうん。日本人の、日本人のリーダーってそういう人多いし、僕見てて。いや、けど儲かってる会社はそうじゃないじゃないですかね。あ、結構トップダウンでやってます。はい。もうソニーとか、 キョウセラとかトップダウンでまあトップダウンでうんそうカリスマ経営者はいホンダとかはいあそう大企業はねでもほとんどが中小企業だからいやいやいやホンダだって中小企業ソニーだって中小企業から始まったんですよ京セラもそうですよパナソニックもそうですよはいいや,いや,いや大企業 やっぱり日本中小企業のやっぱ多いので、ぼ僕が会ってないっていうか、ああ現実を見てて、そういう人は一部、一部っていうだけで。まあ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 、確かに。<laughs> 超一部、超一部。僕もすごい、もうソフトバンク孫さんとかすげえ好きだし。ああ、いいですよね。かなりやってしい危なっか,かしいですけど、なんか、危ない橋を渡るのも好きそうですよね、あの人は。 そうそう、はい、そういう日本,日本人そういうタイプいないんですよやっぱりそもそも日本人じゃないですしね <laughs> そもそも、はい、日本で活動してますけど <laughs>、はい、在日韓国人ですからねはいなんかそういうだから変わらないっていうか本当に挑戦もしないし面白くないなって思いながらはい そういうアスディさんはどんな挑戦をされようとされてるんですかあ、今からはい。迷ってますね。あ、そうです <laughs> はい。迷まだ、次の挑戦は迷ってますけど。あ、そうですか。挑戦で、挑戦だけは、まあ、次の挑戦何しよっかなって分かんなますけど。はい。 何か挑戦することは決めてるんですね。いや今はでも結婚と子育てしたい。ああいいじゃないですか。私もまあ一番の挑戦はそれですよ。あそうなんですか。はい。今不妊治療してますし、はい。あそうなんですか。はいはい。もう普通に YouTube でも語ってるんで別に内密にしてることじゃないです。はい。うん。 育てで、療、その辺は聞いてもいいんですかいいですよ。はい。ど,どれぐらいの期間ああ、初めて数か月ですね、うんはい。まだ1回目をやったばっかりです。それで失敗しました。うまく着床しませんでした。はい、ちょっと聞いてもいいんですか僕もいいです 未来の勉強とて、はい、なか、はい、それは性行為をやってうまくいかないから不妊治療っていうことになるんですかまあ性行為を続けてもうまくいかないからっていう感じですねはい体外受精をしてます今あそうなんですか、はい、シャーレの中ではいで受精卵を作ってその受精卵を子宮の中に入れるっていう うんなるほど。はいうことはやっぱり2人が望んで子供がお互いが欲しい、はい、ってな、はい、保険がまだ適用できますし、うんはい、あと実は今生まれて日本で生まれてくる子供赤ちゃん 12人に1人も 1> はいはい今そんな時代ですはいだから別に不妊治療やってることがなんか特別だとも思いませんねはい私は、はい、うん失礼な話はい相性とかってもあるんですかね いやーだからどちらかに欠陥があるとかでしょうね。うでも私の精子の元気さは抜群ではないそうです。やっぱ年いってるんで。何歳ぐらいなんかちょうど僕分かってなかったです。<laughs> 僕の年齢ですか <laughs> それはいいじゃないですか。まあ <laughs> 調べれば、ネットで検索すればわかりますよ、私の年齢は。ただ、YouTube では、年齢知りたくない方もいらっしゃると思うんで、一応、年齢、秘密にしてます。はい、僕のプラスマイナス5ぐらいかなと思ってたんですけど、あそうなんです <laughs>、はいまあ、秘密でお願いします。<laughs> ええー。ええあのー、事実根性の妻も<何>、まあ、それなりの年齢いってるんで。 はい、そんな20代とかじゃないですからやっぱり僕も結構調べたら女性35ぐらいから妊娠の確率が減っていくああはい40後半だったらもうかなりああはいけど逆に50歳で産む人もたまにいますしね、うん、芸能人、ねうん、だから人それぞれですよね本当にけどおっしゃった通り平均値としてはそんな感じみたいですね だから僕も、マッチングアプリは若い人。はあははあ、18から32とか、できるだけ若い人にいいにやってますが、マッチングしないっていう感じです。それしないでしょう。はあってるのは若すぎるんじゃないですか、ちょっと。18から32。はい。マッチングしないっていうことで、まあ、ちょっと違う。 アプリをやったりやってるんですけど、話、触れてごめなさい。いやいや、えー、いいですちょっと、ハッシュタグだガンガン書いていきますね。そうですね。すごい、不治療。はい。だから、そう。まあ。 そうですね。LGBT の方々で、産みたくない人。ああ産める社会ではなくて、こうんち、産みたい人をサポートするような世の中になればな、と、すげえ思います。産みたい人は、ああね、全力で国や地域が、もう無料にしてもいいから、っていうぐらい。はい、はいはい。子供が欲しいっていう人。はい。保険っていうか、もう医療費、 無料でもいいぐらいのレベルで思いますけどね、本当に。財源どうしましょう財源、はい、まあ、明石の泉市長が言うから、もうこっちからこっち持ってくればええだけやって、常に<あ> <laughs> 明石市長、明石の辞めさせられちゃった市,市長さんはいい人ですよね、実は <laughs>、はい。古いタイプの人間だっていうだけで。<laughs> あそう、そうですか。はい うん、こっちからこっち持ってきたら、財源なんて出てくるわーって言ってますよ。<laughs> そうですね。はい。持ってくればいいと思います。建築、建築土木系から。はいはいはい。言ってますけどね。わかります。はい。もうすっごくわかります。はい。以降はそんなんばっかりですかへ <laughs>、えー、なるほどですね。 もう、まあ、ちょっと奥様の年齢もあんまりいけないですけれども。そうですね、僕も言えないですね、勝手には。はい、だから、いやー、それは、これはちょっと全力で国と地域、空がサポートしてほしいなと思いました。<laughs> そうですね、はい。えー なんで、まあ僕も子供が、いやでもね、変な話。はい。まあ生まれた子供たちは幸せなのかなってずっと思う。いや幸せな国にしていけばいいじゃないですか、大人が。まあ大人が、でもビジョンが見えないっていうかね、僕今。それ政治を変えるしかないですね。うん、そう。 はい。変えるしかないんですよ。はい。変えるしかないんですよ。そうなんですよ。はい、そうなんです <laughs> すげえなぁ。30年変わらなかったものを、なんとか変えていくってね、これ本当にね、これ本当に難しい。もう、周りの友達も投票しないし。あ、そうですか。 投票しない理由もそれぞれでめんどくさいと。はい、投票したい人がいない。とか。あ<ー>一票に責任取りたくないっていうか、自分が責任取りたくないと。ああ、それは政治から逃げてますよね。まあ、ぶっちゃけそうなんですよ、はい。だとしたら政治に文句を言えない立場になりますね。まあ、僕もそういう思いはあるんですよ。 ただ、僕ができるとしたら、政治、投票したい人を立候補させる、する、まあ、自分がする、させる。はい。<laughs> やっぱ僕調べた中で練馬区と自分が立候補したと、はい、他調べて、立候補者数が増えてるところはやっぱ投票率上がってるんですよ。おー。やっぱバリエーション豊かで、 個性的で、ずっと同じ考えではなくて、ちょっと違う考えの人とかを立候補させれば、興味、はい、持ってきたくれたりするんかなとは思いますけどね。はい。やっぱ偏ってると、僕は考え方偏ってると思ってますね。立候補する。なるほど。ずっと同じこと言ってるなとも思うし。うんうん、だからちょっと個性的な NHK 党さんとか、 はい。参政党さんも、まあ、ワクチンのこと結構ご利用ししてましたけど。えー、そうですか。うん。だからそういうのを、えー、そうですね。はい。るしかないなだから僕じゃなくてもいいんですよ。まあ、結果、こう、日本がいい方向に向けばいいんですけど。<laughs> はい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 。 結果、日本も世界も平和にいい方向に向けばいいんですけど。はい。だから、ぜひ、ひろきさんも、機会があれば、挑戦してください。実は次回の衆議院選挙は出るかもしれません。おお<ー>。はい次。次回ですか次回ですか 次回以外に何かあるんですか次回って言ったらもうこの1、2か月。<laughs> 1>, 次回は1、2か月じゃないと思いますよ。来年ですかね。来年の8月あたりだと思います。うんうん、今年はないのかなっていう。はい。支持率下がってますしね。はいうん、それはどれで無所属で何か等であ、実は私。 お伝えせればならぬことがありますはい私は日本保守党に特別党員として入党しました。あ、そうなんですかはい特別党員っていうのがあるんですね。はい、そうなんですよ。それは普通の党員と何が違うんですか、えー、特別なイベントや会議などに参加できます。 えー、なるほど、はい。そこで百田さんと自撮りで Vlog 撮るつもりです、ね。ん<ー>動画配信するつもりです。百田さんとの会話を。ええー。はい。これはすごい展開ですね。で、百田さんと有本香里さんに気に入っていただいて、まあ、できれば、 できれば、えー、この江戸川区が含まれる地域の。江戸川区なんですね。はい。小選挙区及び比例代表にも並立で。はい。比例代表もはい。比例代表欲しいですね。というのも、私は選挙活動を YouTube でやりたいと思っています。うんうん。はい。 じゃあ、日本保守党さんから出るかもしれないという、今の状況なんです、ね、まあ、公認が得られればですね、はい。それはなんで、立候補しようと思ったんですかやっぱり日本を変えたいからですね、はい。間違った方向に進んでるんで、今。自民党には国主は高市さんと青山さん以外いません。 青山さんは好きですな、<laughs> 好きですけど、はい、そうなんですね。二、はい、人しかいない。そうですねうんうん。なるほど。この辺は面白い、面白いですね。はい、だから自民党に入党することはやめました。あ考えてたんですね。 考えてました、はい、やっぱ、えー、保守的、保守思想、まあ、日本保守党さんなければ、保守の党だったってことですか、自民党。そうですね、自民党も保守じゃないです、あれは。はい、保守じゃないですね、はい。うんなるほど。 つもりがあまり見受けられないです。はい。昔はどうなんですかね ?20 年、あんまり分からないですけど、10年、20年、30年前、自民党から変わってきたっていうことなんですかね。うん、うんまあ、安倍さんが亡くなってから変わってきましたね。安倍さんが、まあ、保守の根っこの部分。はい この部分でいたから、はい。なんとかなってたけど、はい。なって、軸がいなくなったって感じですね。はい。えっと、はい。うん。なるほど。そうなんですね。はい。じゃあちょっと逆に聞いていいですかはい。 やらしい話、供託金はどうするんですか比例ですと600万円。あ、そうなんですかまあでも、うん、富田さんなら余裕なんかなわからんけど知らんけど。まあ、比例だと600万円ですかじゃあ、小選,小選挙区は諦めます。私、比例だけで出ます。YouTube で選挙活動するんで。比例で。はい。600万。はい。 で、1位に持ってきてもらいます。比例の1位 1> 比例の1位に持ってきてもらいます。特例,特例枠の1位で。特例枠の1特例枠をつけると、そうですね。比例1位,1位になれば、1位っていうか、はい、関けなく当選します。はい、ええー、まあ100万票ぐらいあれば、比例で。でも、ありそうですね。はい 党員、まあ、だけでもう5万人超えましたからね。はい。男性党さんではなかったんですね、じゃあ。そうですね。はい。男性党さんも保守の匂いはちょっとしましたけど。しますけどね。ただ、格論すぎます、議論が。格論。格論といことですよ。はい えつまり、あの、細かいところを重箱の隅をつついてくるような突っ込み方を政府にしてるんで、うん、そうではなくて、総論できちんと日本をどうしたいかということを語らないといけないと私は思っています。はい、うん。逆に、日本をどうしたいとかあるんですか、ひろきさん。そうですね。やはり、あのー、 トランスジェンダーの問題なんかがそうなんですけど、うんはい、やはりあるべき姿にしたいですね。私はトランスジェンダーに反対なんですよ、実は。うん、だからといってトランスジェンダーを差別したりはしません。ただ、性転換自体を私は反対です。はい。 ホルモン注射を打ったり、手術をしたりして、ホルモンバランスが変わってあの、トランスジェンダーになった方は、もう数字はちょっと覚えていませんが、相当な倍数で、えー、精神疾患率、うん、自殺率が増えています。で、その上、昨日のニュース。 ご覧になりましたか昨日のニュース、何かありましたっけはい。性転換をしたい人が、性器を除去しなくても、性別変更が戸籍上できるという判決が最高裁で出ました。つまり、うん、まあ、男の人が女の人になりたいということであれば、 おちんちんをつけたままで戸籍を女性に変更することができ、うん、戦闘でもスーパー銭湯でもプールでもトイレでも女性側に入るということです。まあ、トイレはいいかもしれません個人の部屋になってますからけどプールとか銭湯とかでおちんちんをつけた方を皆さんはどう思われるんですか でもそれってあれですね、嘘そもつけるってことですよね。嘘もつけますよ、はい。医師の診断書さえあればいいんで、医師と結託すれば。医師の診断書は必要なんですね。はい。けど医師と結託すれば、診断書は発行してもらえます。そういうことをする人もいるでしょう。 ホルモン注射を打つと鬱になるんでうん、まあでもリューチェルさんが一つの例、はい、ですもんね。ああ<ー>、はい。成転換してホルモン注射を打って。はい。うん。何でも権利権利って主張するのはおかしいと思うんですよね。うん<の>。はい。 周りの権利も尊重しなければいけないと思うんですよ。そういう思いやりを持った国家にしたいですね。はい、なるほど。はい。なるほどですね。日本、戻す。戻す,と戻すべきものは戻す。進めるべきものは進めるということですね。はい、進めるのは、日本保守党さん 戻るのは結構分かるんです。日本首党さんは、はい。はい。はい。進ませるっていうのがあんまり見えなかったんですけど。あ、そうですかあのアメ、アベマとか聞いてて。あ、そうですか。アベマごになりましたかあの放送。はい。歴史観を。あ、けど、あのアベマの放送は、はっきり言って時間が短すぎて、日本、日本保守党の伝えたいことを伝えきれてないですね。うん うん。はい。歴史観、歴史観は、かなり、歴史観、まあ、僕も全然足りてないんで、勉強。まあ、歴史の勉強にはなったなって分かるんですけど、<あ>そこの以外のビジョンはあんまり語ってなかったから、<あ> <laughs> ちょっと分からなかったっいいや。語らせてもらえてなかったんですよ、時間の都合上。うん。はい。歴史観を一致しないといけないみたいな、保守党さんが、なんか、党校則か、なんか、 見たんですけど、歴史観は合ってるんですか保守党さんと。あ、私はものすごく合ってますね。はい。歴史認識というか、歴史の…うん、どうすね、えーはい。もう恐ろしく合ってますね。はい。こんなにぴったりな党はないなと思ってます。はいもうは。初め見た時からピンときたんですそうです。はい。<laughs> えー これは、それはすごい展開ですね。面白いです,ですね。はい。すごいですね。僕はちょっと三三百万、小選挙区300万でもきついわっていう感じなので <laughs> <う>。ああ。すごい。江戸川区いや、そこ、今、誰なんですかね。 そこで自民党さんです。女性の方です。えー、じゃあもう自民党と戦うことになるっていうことですね。小選挙区に出れば。けど私は比例で出たいと思ってます。ああ、比例か。そっか。YouTube で。そうですね。<laughs> はい。ええー。えでも。 でも、あれですね。指示、支持できる。不妊治療とかも、は、どうなんですか今、実際、なんだろう。やる理由というか、個人的なことかもしれないけど、はい、やる理由いいんじゃないかなっていう。あ、それは実施が欲しいからです。はい。政治として、政治家として。はい。 国にしてはもっとできるようになるべきですね。年齢制限はつけないべきです。私の考えでは。年齢制限があるんですね。はい。42歳であるまで、つまり43歳の誕生日を迎えた時点でアウトです。え、そうなんですか。はい。え、だから、産みたい人は産めるようなサポートができる、やっぱ世の中。はい。サポートしてももしかしたら、 できないって可能性あるけど、はい、国は、産みたくない人は、僕は産まなくていいと思ってるタイプなんで。あ、私もそう思います。産みたくない人、うん、まあ、そうですね。産みたくない人も、まあ、いろんな理由があると思うんですけど、まあ、それが改善できない限り。はい。はい、なるほど。面白いですね。 これは面白い展開ですね。僕がぼーっとゲームしてる間にそんなことが起こってるんです。へ <laughs> ぇ、えー。アズイさん、私の YouTube チャンネルフォローしてますしてます。ちゃんと日本保守党に入るときのウェブ画面の動画出してますよ。上げてますよ。いいねついてますよ、いいねが。<laughs> 歌,歌を歌って。 出てらっしゃるのとかは見ましたけど、はい、はいはいはい、見た見見てなかったです。すいません。はい、いやいやいいんですよ全然。そうか。まあでも自民党さんの票を送ってくれそうやからっていうのはあるし、はい、まあリムナの支持層も多分そうでしょうね。こう。 自民党に飽き飽きしてたっていうのもあるし、入れる票がなかったから保守党さんができた。まあでも、はい、正しい党できるのは賛成ですし、でも考え方はちょっと合わないかもしれないな。あ、そうですか。保守党さんとは。僕は LGBT 賛成なので。あ、そうですか。<LGBT> あ、僕も LGBT。G B は別に大丈夫です。A も OK です。Q も OK です。LGBTQ。トランストランスのほうですかトランスだけ反対っていうか、おすすめしません。非推奨ショーって感じですね。はい。うんうんうん。トランス。もう簡単な話なんですよ。自然のままでいいということなんですよ。 はい、だから、女性っぽく生きる男性でいいじゃないですか。男性っぽく生きる女性でいいじゃないですか。それの何が悪いんですかって話です。自然っぽく、これがね、難しいところで、はい、心は自然なんですよ。はい、心は女性として、はい、女性の心として生まれてるから。 はい人って、ポチンついてる、はい、ペニスがついてる人、はい、ただ体が偶然男だった、だから、って、はいうのは、障害者とちょっと近いんかな、発達障害のの一、まあ、うん、そのそ、あの、先天的な発達障害だと思いますよ、はい。 大事の時点で僕も発達障害 ADHD なんですけど<ー>で、LGBTQ のセミナーとか行って勉強したんですよ。まあ、いろんな12種類ぐらいあるんから、まあ、も,っもっといろんな種類あると思うんですけど、<ー>だから自然なんですよ、心は。はい、か偶然体だけ、うん、自然じゃなかったっていう言葉が適切か分からないけど、 体が自然じゃなかっただから体だけ自然じゃないのを心,の心に合わせるっていう願望がある人がいっぱいおるから僕は心がどっちなのかが大事だなとは思ってますそれで体に手を加えるわけですかホルモン注射を打つという。 それは不自然だと思いませんか必要以上に自分を片方の性に寄せてませんか作為的に。それはね、難しいんですけど。はい。ホルモン注射は、ホルモン注射打たない方法が他にあるのなら、そっちを。 やってほしいなとは思いますし、ホルモン注射のリスクっていうのを、病院の先生ってちゃんと説明してるんかなとも思う。今、まあ僕は知ってるじゃなんですかね。はい、僕はホルモン注射打ったことないからわからないけれども、はい、<laughs> ちゃんと注射のリスクとかちゃんとやってるんかなとはちょっと思ってますね。睡眠薬もそうだし。 l h d の薬すべて、ストラテラとか、精神薬もそう。はい。リスクがあることちゃんと、はい、薬渡して注射打って、リスクはあんまり病院の先生って言わないから。うん、っていうのはあるし、その上で、ワクチンと一緒かな、ちゃんと説明した上で、ワクチン打つ、打たないは、 オッケーだけど、ちゃんと説明してるんかなとは思う。うん。思いますね。うん。僕もワクチンは打ってないし、打たないけれども、コロナの。うん、あ、コロナって言ったら、あれか、YouTube? <laughs> ダメなんかいい。大丈夫ですよ。はい。なんか。個人の自由ですから。<laughs> はい。任意ですから YouTube。YouTube アップしたらなんか、あんまよ まあいいや、すいません。<laughs> はい。なので、まあそれを、トランスをさせたくないってことなんですね。そうですね。はい。なるほど。はい。これね、発達障害も10人に1人は発達障害と言われてますして、今。うん LGBTQ も、ん ?LGBT、まあ、か。LGB、まあ、いや、関連の、はい、どれぐらいでしたっけ ?7 人に1人か。10人に1人。ちょっと忘れたけど、もう結構、そうですよね。はい、もう世界的に見ても、それぐらいなんかな。わからないけど、うん、結構いるからな。 いや人数はあまり僕は気にしてないですねうん、はい。人数に関係なく思想として持ってるって感じですね。はい、ただ、女性、女性の女の心で女の体の人からしたら怖いっていうことですよね、うん、トイレそう,<は>そうです、そうです。僕はだから、婚浴風呂と、はい、先のトイレを増やせばいいじゃんって思ってるだけなんですけど、 まあ、それをあの歌舞伎町タワーでやった結果、やらなくなりましたよね。はい。やらなくなったんですか。はい。婚浴の風呂と、さっきの誰でも入れるトイレ増やす、やらなくなった <laughs> やらなくなりました。はい。男女で分けるようにしました。はい。結局、混乱が起きて、現場で。はい。 現場で混乱が起きる、はい、警備員が来て対応しました。誰でも入れるトイレが増えることによって、警備員が出てくるような <laughs>、はいはい。はい。大失敗です。まあ、じ壮大な実験ですけど、はい、新しいビルでそれをやったわけですから、新しくできたビルあ。実験やったんですね。はいう やっぱトイレは男女。滝のトイレはまああるとこは1個ぐらいしかないけど、あれ、障害者の方も結構使いたい時に使えなかったりするからあと、あの、乳児とか持ってらっしゃるはい。いやふ、増やした方がええと思うんやけどな、ほんまに。増やした方がいいと思うんですけど、マルチジェンダー用トイレみたいな見せ方をすることによって。<ー>はい、マルチジェンダー用トイレか。 で、そもそも性転換をしたいっていう人は、そもそもマルチジェンダーと思われたくないわけじゃないですか。はい。だから余計混乱を起こすんですよね。うん。マルチジェンダー用トイレっていうのができたのかああ、はいはいはい。マルチジェンダー用トイレではなくて、多機能トイレ <laughs> と混浴風呂。 混浴に入りたいんですかね。ちょっとよくわかんないですけど。混浴 <laughs> ならもう誰でも入れるんだから。<ー>でも L G P T の方からしたら女の心を持って男の心、あ男の体の人からしたら、はい、男の人が怖いって思う。 人がいるかもしれないから、婚約ブロいや別に偉いらんよっていうかもしれないけど。そうですね。はい、あれ、このよういうのって海外どうないしてんやろってちょっと思いますね、調べたり。うん、まあ、アメリカはあんまり参考にしない方がいいと思いますけどね。<laughs> なんで <laughs> いや、あそこはちょっと異常ですから。 ええー、自由、自由を尊重しすぎる国ですから。はい、<laughs> ええー、まあ、でも。すごい展開ですね。今日はいい情報、ありがとうございます。あ、いえいえ、そうでもないです。はい。その情報は <laughs>。すごいな。 いや、でもすごいなって思います。あ、そうですか。出てるっていうだけでも。はい、まあ、公認もらわなきゃ出ないですけどね。<ー>お金も半分ぐらいは出してほしいですけどね。そ <laughs> うですね。あー、教託金きれい万 <laughs> 供託金出してくれるんだったら出ますよっていう。<laughs> そのぐらい売り込みかけたいと思ってますよ、私は。はい。 私を議員にすれば必ず日本を変えられますって言います、ね、おお<ー>。はいどれ。どれぐらいから思ってるんですか、この日本がおかしいなと。もうだいぶ前からですね。だいぶ前、はいはい。安倍さんが亡くなったときぐらいからですかね。 安倍さん、統一協会は、統一協会は、まあいいや、安倍さんが、<ー>ま統一協会、今ちょっと自民党が結構攻撃してるっていうか、解散,解散請求してるぐらい、あ,<ー>あれですけど、まあでも、うん 保守っていうのは、僕まだちょっとわからないんですよね。そなんですか。そんな難しい話じゃないんですけどね。はい。<を>あの右翼じゃないということをあの <laughs> 知ってほしいですね。保守は右じゃないんですよ。はい。真ん中なんですか。真ん中です。はい。真ん中っていうか、日本をよくしようとする。はい。 考え方そうですまず第一優先は日本だとそうです日本自分というのと日本だやったらどっちが上なんですかうーんこれはですね、うん、個人なんですけどけど順番は国の次に個人なんですよなるほどなぜかというと国を良くすることによって個々人が良くなるからです なぜかというと、国民は日本国に住んでるからです。日本国民ほとんどの方が。それは平行でも平等でもないですね。並列でもないや。やっぱり優先順位は決めないといけないですからね。優先順位が一緒っていうふうにはいかないですから。国が先に来るんですね。ああじゃあやっぱ僕、保守じゃないな。僕、やっぱ個人が先に来てますね。ああ、はいはい。 個人があ生きる。個人があ成長する、進化する。うん、個人が輝けば国というものになるっていう。先に個人ですね。うん。うん、じゃあ、やっぱ保守、保守層、保守の考え。それ,それは、それはけどリベラルとも違いますよ。無政府主義に近いですよ。あ、そうなんですか。 アナ,アナーキストですね。アナーキスト。はい。個人を最重要視するのはアナーキストですね。はい。日本の心柄には合ってないと思います。うん。個人、個人、個人を尊重したい。国が最優先。いやもちろん、 国に住んでるから一定のルールとか憲法とかあったりはしますが。はい。え、でも憲法にも、まあ個人は尊重されるって言ってるからな <laughs>。はい。個人の幸せを願っていい。人に迷惑かけない限り、自分の幸せを願っていい。そうです。みたいな憲法書いてるしな。やっぱ国、国優先はできないな。 国が最優先、一番優先、国のために。あだから政策の優先は国なんですよ。政策,政策の順序としては。国っていうか全体って感じですかね。全体感じですね。全体です。国全体です。はいそは。それは分かります。全体っていうのは、全体。はいはい、全体最優先は僕もそうですね。はい。個人一人のために国は動く、政治をすることはやってはいけないと思って。やってはいる。ないです。 それは独裁に入あの走ってしまいます、はいす全体のために、うん、それはそう。うん、なので、なんて言ったらいいんだろう。じゃあ、そうか。自民党は、じゃあ今、一部分の人は喜ぶけれども、全体は今、幸せになってきてない、民党今の与党。はい はいまあ、それはそう思います。はい、うん。<laughs> 面白い展開だな、これは、これは <laughs>、はい。まあだからあれですよ、あの、あれ、関西のテレビで、あのなんだっけ、えっ、ー、と、高神さんが前にやったんですけど、 そこまで言っていいかい,いですかあ、そこまで言っていいかい,<や>い SP, ?SP。はい。はい、そこまで言っていいかい ?SP。あれを2人でやってるようなもんですよね。この収録ってね。はい。そうそうだからすごい盛り上がると思うんですよ。この収録はいつも。いつも盛り上がってるじゃないですか。<laughs> <laughs> <laughs> そうそうそう。はい。で、お互い正しいことをいろいろ言ってるんでね。はい。うん。 基本的に考え方は違うんですけどね。はい、あそ,うそ,うそうかもしれないですね。はい、はい。関わうはたまにありますけど。はい、でも、リベラルの方で、はい、会話ができない人が多いんですよ。見てて。ああ、いや、それやばいですね。<laughs> それやばい <laughs>。だから、否定するだけとか。<laughs> は,いは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 い。 だからリベラルの人もちょっと合わないっていうのがあって、僕の中で。ああ、はいはいはい。話し合えないっていう。<laughs> <laughs> はい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 。相手を否定、自民党を否定するだけみたいな。はいはい。でも保守党でも保守でもないし、僕、だからすごい、リベラルの人、リベラルの考えなんだけど、ちゃんと話し合えるリベラルが。 あればなと思いながら生きてるって感じですね。ああ、分かります分かります。はい。リベラルでちゃんと話し合える、共産党さんでも、イケメン党さんでもリベあー、令和さんも、ちょっと話し合えないっていう感がすごいんで。はい。そうですね。いいものはいい。全然いい。悪いものは悪い。はい。 自民党悪みたいな、でもないし、僕は。ああ、平和主義なんですかうん。分かりました。なんか、平和主義っていうか、いいものはいい。国民のために、日本のためになる。全体のためになるなら。でも、平和主義強いですよね。結構。うん。はい、あ。 自民党のため、自民っていうか、全体のためになるなら、プライドなんてしてて、自分の考えなんて曲げてでもやらなきゃ。はい、はい、そうそうそう思います、私も。はい。自分の考え国民のためになるなら、はい。はい、考えとか価値観を曲げてでも、はい。に対応してやらなきゃっていう。それが仕事だと思うんで、はい。他の仕事だってそうなんで、はい。そうですね。妥協して。はい はいでは、今回の収録は、保守主義対平和主義ということで、<laughs> タイトルをつけたいと思います。はい、はい、次回へと続くみたいな感じで。<laughs> はいそうですね、いろいろいい話できましたね、本当。あ,、はい、あ録画終わりました。え<あ>録画終わってないですよ、まだ。はい。はいはい いい話っていうかすごい面白いですね。そうですね。はい。まあ雑談ですから、基本的に我々のやってることは。はい。別にね、戦ってるわけでも何でもないですしね、競争してるわけでもないですからね。はい。意見交換をして楽しむ回ですから。はい。ただ一応タイトルとしては、ちょっとね、あの、<laughs> インパクトのあるタイトルの方がいいと思うんで、保守主義対平和主義みたいな感じにしときますね。はい。 いいはい、マッチングアプリ、<laughs> ユーブライドがおすすめです。ユーブライドがおすすめなんですね、はい。ユーブライドは、自分が対象年齢に含まれてるかっていうので検索はかけられるんですあ、自分が、はい。相手が自分を対象年齢に入れてるかどうかなるほど、なるほど。はい、だから、年齢ですでに弾かれてる人は絶対に出てこないんです検索結果に。 はい。ユーブライドにします。ペアーズはずっとやってても。はあ、ペアーズ。ペアーズ,ペアーズって有名ですよね。確か。はい、もうちょっと合わないで。じゃあ、ユーブライドを入れてみよはい。ぜひぜひ。あった。はい、ありがとうございます。いえ,いえいえ。じゃあ、ユーブライドもハッシュタグに入れときますね。<laughs> うん 今日はね、婚活とかねあの、妊活とかも話に出てきたんで、はいでしまいにはホルモン注射まで出てきたんで、はいいろいろ入れときました、<laughs> ハッシュタグ。はい、<laughs> はいはい、ではまた、あのー、しばらくしたらまた一緒にお話しさせてください。お願いします。はい、来週。はい、それでは皆さん。 今回の配信は以上で終了となります。また次の配信、または別の配信でお会いしましょう。さようなら。アズリィさん、ありがとうございました。<laughs>